らあら、管理人さんたら寝ぼけちゃって。起きてください、交代しましょう。管理人さんは幸恵さんとおちびちゃんたちを見るのを交代してあげてください。そうですね。あ、驚かせてしまいましたか。すみません。いえ。いえ、管理人さんの管理人さんの寝ている顔。
いできましたので。管理人さん、私しばらくおそばにいてもよろしいですか？あ、砂のお城でしたら、いつきちゃんたちが。いえ、その、はい、いつきちゃんが、はい、はい、もう飽きてしまったみたいです。はい、いつきちゃんたちも管理人さんを起こそうとしていたのですが。はい、管理人さんは寮のためにお忙しいから。この海は賑やかですね。私にはもっと静かなところがいいです。カモメが飛んでいて、砂浜には私と。いえ、なんでもないです。あなた、今日は夏祭りも行くんでしょ？早く行かないと、お祭り始まっちゃうわよ。それでは皆さん、忘れ物がないようにしてくださいです。こんなところで立ち止まらないで、早く行きましょうよ。これが夏祭りですか。海も良かったけど、それとはまた違う日本の夏ですよね。海もお祭りも楽しいことに変わりはないわ。大丈夫、幸恵がお手手をつないであげますからね。
妨害なのだ。もう、見よったら甘いものに目がないんだから。焼きそばもあるでし。ジューベイ君、食べたいですか？あらあら、食べ過ぎには気をつけてくださいね。人がこれだけ集まる理由は何でしょうか？楽しいことには人が自然と集まるのよ。あれ、あれは何ですか？あ、リンゴ飴じゃないの。知らない？マリンさん、食べてみます？甘くて美味しいですよ。いや、どうせなら射的の方が楽しいぜ。射的？楽しいの？しかし、あの重心は曲がっていますが。あれは、そういうものなんです。あらあら、それって、まっすぐ行かない方が当たるということなのですね。私はあんず飴を。あ、それも知らないです。今日は初めてがいっぱいです。俺は肩抜きでもやってくるか。あ、待って、くるみも行く。あ、バラバラに行動して迷子にでもなったら大変です。あらあら、そうですね。皆さん、まとまって行動しましょうね。あ、お姉ちゃん、あの目かわいい。あっちで売っているのかしら。あっちでお囃子が始まったみたいね。近くで聞きたいですね。それでは私は金魚すくいをやろうかな。なぜわざわざ破れやすい紙の尺を使うのでしょうか？それは困難な方が燃えるからよ。管理人さん、金魚すくいの紙の尺の正式名称をご存知ですか？管理人さん、落書きせんべいです。管理人さん、お好み焼きですよ。管理人さん、クレープです。あらあら、一人足りないような。大
誰でしょう。ちはやよ、あの子がいないわ。え、大変です。ちはやさん、どこに行ったのでしょうか。一度別れましたら、もう一度会えますでしょうか。そんなこと、幸恵はできませんです。一人を大勢で探すより、大勢の団体を一人で見つけた方が効率的ではありますが。管理人さん、気をつけてね。行ってらっしゃい。私、すみません。
人混みはやっぱり苦手で。まさかまたお会いできるなんて。すみません。その…で、痛いです。大丈夫です。綺麗。はい。みんなに会えますでしょうか。すみません、私のために。みんな見つかりませんね。大丈夫です。そうですか。私も花火好きなんです。なんだか切なくて、それでいて華やかで。一瞬の光の中にいろいろなものが詰まっている感じで。一瞬だから切ない。本当に聞こえるのは鈴虫の音色と花火の音と、それと管理人さん、私も一瞬だけ華やかに。
したぜ。こんなところにいるなんて心配したです。まったく、こんなところではぐれるなんて信じられないわ。とにかく無事なのだからよかったじゃないですか。まあ、私は早く帰ろうと言っていたんだけど。確か一番心配していたのは麗華さんですが。私は心配なんてこれっぽっちもしてないわよ。さあ、見つかったんだから帰るわよ。